北側入口竹編非常滑走路は、大韓民国継承北道、宇津鎮新軍地区辺面にある非常滑走路である。道路上の一部区間を、道幅の広い直線区間とすることにより、軍用機の離着陸を可能としている。1978年建設。広業所在の韓国空軍第18、戦闘飛行団の管轄で、数年に一度、離着陸訓練が行われている。 1992年5月に、韓国空軍、アメリカ空軍が、ラシューヒーチョーと同時に訓練を実施した後、しばらく訓練は行われていなかったが、2008年11月6日には、2008国訓練の一環として訓練が実施され、回 -15K、15 KF-16、回 -4E、回 -5E、e e、CN-235 など、計10機が、 接近訓練を行った。通常は近隣の住民が通行するほか、運動場としても利用されており、2009年11月には近くに無料の自転車対応所が設けられた。かつては一般車両の通行が認められていた。幅41メートルの直線道路が2キロメートル以上続くことから、時速150キロメートル以上の高速で走行する車両も多く、 運転者からは、ウツチンのアウトバーンと呼ばれる一方で、周辺住民が被害者となる事故も頻発し、住民からは、魔の道路と呼ばれていた。また2001年8月には、駐車が禁止されている非常滑走路内での駐車を空軍の警備兵に見とがめられた運転手が兵から小銃を奪って逃走する事件も発生した。2004年12月には、 車両の通行が全面的に禁止となり、南北の侵入口には障害物が置かれている。ありがとうございます。